らっしゃい。こんばんはです。こっちはこんばんはですね。今時間が、10時10分ぐらいですね。また今日一日をこう振り返ってみてなんですけど、今日はあのまあ定まらなくて、なんか遠くに出かけようとかっていうのは、でそれであの近くにあのラホヤっていうところがあるんですけど、ラフヤっていうところでちょっとラジオ体操したり、沖縄の歌を歌ったり、方言にチャレンジしてみたり、まあなかなかね、やっぱり小さい時をずっと方言で喋ってたんですけど、あのまあ同級生なんかとねお話しすると、やっぱりあのタメ口っていうんですかね、まあ普通にこう沖縄の言葉っていうなのが出てくると思うんですけど、なかなかね長いこと同級生ともね、たまに帰って話するぐらいなんで、なかなか言葉がね出てこないなとかって思ってますね。でまあおばあちゃん両親ともあの共働きだったんで、親父はバスの運転手してたんですけど、まあ兼業農家でね、お母さんもなんかあのハウスメイドとかね、あの近くにあの外人部隊っていう、外人部隊っていうか外人住宅みたいなのがあって、そこにこう掃除をしに行ったりアイロンがけをしに行ったりとかっていう風な形で共働きだったんで、まあおばあちゃんにねあのお方育てられたって言ってもいいかもしれないですね。だから沖縄の言葉、敬う言葉とかね、まあ自分がこう沖縄のその方言の敬う言葉、まあもちろん親もそうなんですけど、まあおばあちゃんにね感謝してますね。ほんとあの敬う言葉、丁寧な言葉、沖縄の敬語みたいな言葉っていうのはね、おばあちゃんが教えてくれたんじゃないのかなとかって思いますね。本当ありがたいですよね。やっぱりおじいちゃんおばあちゃんとかね、この間のビデオを振り返って見てると、こうおじいちゃんおばあちゃんの名前が出てき、名前っていうかそのね、出てなかったなとかって思って、まあ、おじいちゃんおばあちゃんってやっぱ大切ですね。本当ありがたいですよね。その確かにね、今の時代コンピューターとかね、そういうものが中心になってますんで、おじいちゃんおばあちゃんとかっていうと、そういうその苦手ですね、コンピューター関係とか世界の細々した情報とかっていうのはちょっと苦手だと思いますね。でもこう人間関係とかね、そうですね、言葉遣いだとか敬う言葉だとか生きていく知恵だとか道徳のこととか、やっぱおじいちゃんおばあちゃんっていうのはものすごい優れてますよね。人生経験を積んできておられるんでね、やっぱおじいちゃんおばあちゃんっていうのを大切にするべきだと思いますね。まあ自分はそういうふうに思いますね。おじいちゃんおばあちゃん、まあおじさんおばさんももちろんそうなんですけど、ほんとね大切にしないといけない存在だと思いますね。で話はまた飛びますけど、飛びますけどね、それからそのラホヤっていうところでアシカとかウノトリとかね、撮影して、今日はそうですね、なんかそのテンションがなかなか上げることがちょっと難しかったですね。なんかね、やっぱりどこ行こうかとかいろんなことごちゃ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 考えてたっていうのもあって、そういうなのがちょっとあの吹っ切れてない状態だったんで、まあまあ近くじゃあそのビビビビビビッとかって来るまでちょっと近くにいようかとかって思って、でラグナマウンテンじゃない、マウントソロダットっていうところで、
休みながらいろんなこと考え事したりとか、昼寝したりとか、あとラーメン食べましたね、久しぶりに自分で作ってね、ランチはラーメン食べて、で夜景を撮影して、また久しぶりにねスペイン語にチャレンジしてみたんですけど、やっぱり喋らなくなるとやっぱりこうちょっとあれですねでたまに自分でね、YouTube に入れた録画とか見てみると、ところどころやっぱり日本語もおかしくなってきてますね。どうしてもなんか英語とかが入ってきてますよねなんか言葉って面白いなとかって思うんですけど、なかなかこう自分では気づかないうちに、あれとかって思って、英語がミックスされてるなとかって思って、日本語の中にも、いや沖縄の言葉の中にはまた日本語が混じってたりとか、まあスペイン語にもねこう英語が混じってたりとか、まあいろいろありますね。で夜はまあね、マクドナルドでこうビッグマックセットとチキンサンドイッチっていうのを食べて、10ドル38セントぐらいでしたかね、まあ1000円だから1050円ぐらいのもんなんでしょうね。でフィットネス行ってね、シャワーして、でついでにねちょっと買い物をしてきたんですよ。これポークですね、ポーク豚ですね。まあちょっとね、冷蔵庫が今日もまたちょっと小雨がパラついたりしてたんで、バッテリーがね多分あれだと思うんですけど、まあこのポークの値段がねめっちゃ美味しそうですよね僕の買うと比べたらもうめっちゃでかいですけど、レギュラープライスがね7ドルの12セントなんですよ。これ4枚入ってるんですけど、でボーンズくらい、これボーンズのそのメンバーになると4ドル74かな、4ドル74セントっていうことで、まあ半額に近い値段ですよね。まあ470円ぐらいの値段ですね、この豚のポークのお肉が。まあそれ明日食べようかなとかって思って、それを買ってきたっていうやつですね。なんやかんや言ってもやっぱり月に今のところ1000ドルぐらい使いますね1000ドルだったら10万円ぐらい、どうしてもね、ディーゼル代金だとか食べ物だとか、たまにねレストラン行ったりとかいろいろしますんで、なんかねお金って回った方がいいですよねないよりあった方がいいですねね、まあまあね、いつまでもね、こういう生活が続けられるわけじゃないないんでね、まあもし本当 YouTube の今考えてることは、今 YouTube でね、まあもしこう何ですか、収益化とかができて、このままこういう感じでずっと旅をしながら、もっともっと映像の勉強とか YouTube の勉強とか、みんながどういう映像を望んでおられるかとかね、そういうのを勉強することによって自分自身のことが好きになったりでね、ヨーロッパから来てる人と何名かお会いしてるんですね。でそれ車を、ヨーロッパの車を積んでこっちに来てるんで、っていうことは僕もこの車を積んでヨーロッパに渡ってヨーロッパを旅するっていう希望もありますね。でまあただ旅するだけだったらあれなんで、まあ今準備してるのが、まずはアメリカにこうラジオ体操ね、アメリカの人たちラジオ体操知らないんで、まあピアノを誰かにね、ピアノ録音
まあ、今は、ね、NHK さん のやつをこう使わせていただいてるんですけど、もし収益化なったら多分それはできなくなっちゃうと思うんで、で、まあ、フリーのねラジオ体操とかあったらいいんですけどね、今の音楽みたいにあのビジネスにも使えるみたいなね音楽があったらいいんですけど、でそれをまあ英語とかね、まあ将来的には南米とかにも広めたいなとかって思ってるんで、スペイン語とかに直したりとかね、して広めることができたらいいかなとかっていう、まあ一つのね夢みたいな超でかいことをね考えてますけどね。まあこのアメリカはやっぱこう肥満大国ですよね。だからもう超ね2倍も3倍もしておられる方がいらっしゃるんですね。やっぱ健康にあんまり良くないですよね。まあ自分もねちょっとこういろいろずっと今までこう動いていたのが生活態度っていうか生活習慣がガラッと変わってね、ちょっと今手探りの状態でいろいろなことを考えたりしている状態ですけど、まあ冷蔵庫もねこういう感じで雨がやっぱりこう続くと日照がね足りなくて、あとね、あの車のエンジンでまたチャージをする方法とかね、そういうのがあるっていうのもあのだん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 分かってきてますしね、でそれのこともうちょっと調べて調べていけばいいんじゃないかなとかって思ってるんですね。であと一つ、あの自分モーターパラグライダーっていうのをやってるんですね。あの後ろにでっかいあの扇風機みたいな機械を背負って、でダッカさんみたいなあのパラグライダーで空を飛ぶんですけど、あのガソリンエンジンだとちょっと車の中に入れるとちょっとあの匂いがするんですね。でこの車ねアメリカは駐車場結構広いんですけど僕の車もオールレディもうすでに結構長いんですよ。あのスプリンター版にもこう3種類ぐらいあって、短いのと中ぐらいののとめっちゃでかいのがあるんですけど、僕のはあの一番でかいわけじゃないんですけど、一番長いわけじゃないんですけど、あの長い方から2番目ぐらいのこう長さなんで、まあ後ろにはタイヤが4つついてるんですね、トラックみたいに。だからちょっとまたねそのなんていうんですか、エクステンションのあのエクステンションで言葉がまた出てこないな、あのなんかキャリアっていうそのなんかね積んだりこう伸ばしてこうするやつあるんですけど、そうすると駐車場を探すのがちょっと大変かなとか、あとね雨ざらしとか外に置いたら盗まれたりとかっていうこともあるしなとか、いろんなのやっぱりこう頭の中で考えてみると、電気のやつにしようかっていうことで、今エレクトリックの電気のねやつが今出てるんですけど、それもやっぱりまだこうクオリティがね落ち着かないっていうか、4つのねプロペラがあるやつ PPG っていうところのやつをこう買おうとしてたんですけど、なかなか向こうがね連絡くれなくて、一応連絡来たんですけど、今度もう一つオプションが来たんですね。あの普通は40分ぐらいしか飛べないらしいんですよ、この4つのこのプロペラのやつはね。で今はこうシングルのモーターの一つのモーターで1時間ぐらい飛べるのができてるとかっていうんですね。でそれも最近こうできたばっかりで、どっちを買おうかなとかって迷ったりとかいろいろあるっていう感じですね。まあだから いろいろまだまだね考えることがいっぱいあって、やるべきことがいっぱいあるんですけど、なかなかこう前に進まないみたいな感じなんですけど、まあもうね本当少しずつ少しずつやっていきたいなとかって思いますね。ということで皆さん今日はご視聴どうもありがとうございますということで、さすがです、 Thank you for watching です、コメントお待ちしてます、さすがです、ありがとうさんです。